ピンチはチャンス、チャンスはピンチ。ポンコツりえちゃんです。言ってみたかっただけ。念願じゃないな、勢いとノリでやったピンクなんですけど、せっかくなのでピンクに寄せようということで、ピンク頭の好きな人の真似をしていこうと思います。109のカリスマ店員の子で、頭がね、ピンク頭がトレードマークなのよ。光る、かわいいかわいい。本当にピンク頭が、ピンク頭と丸メガネがトレードマークなんですけど、ちょっとこの子になりたい。すごいかわいい。もっとピンクにせなかったかな。ヒカプメイクを頑張ろうと思います。はい、ベースとかファンデーションとカラコン入れました。どうも。初めて入れたこんな。すごい怖い。今の怖かったね。観覧注意だわ。慣れてないだけかな。すごいな、109って。調べたやつによると、ティアモのダージリングレーのカラコンをヒカプーさんは使ってるそうです。はあ、おもろ。やりすぎだよ。さすがナーズ。発色がいいって聞くもんね。直塗りした私が悪いです。こんにちは。こうやって下から見てつければよかったはず。しかもこのタイミングでお腹痛くなってきた。ちょっとトイレ行ってくる。絶対やりすぎだって。見て。ルガのまつげ笑。景気が良すぎる。男かお腹まで分からなくなってきた。ちょっと痒っ。ちょっと半分に切ってボリュームをあれしようと思います。すごいすごい。ドン。こんな感じ。あ、でもカラコンは完璧にしてたし、丸メガネと眉毛がピンクと、まつげがなんか すごかったから半分に切って目尻に寄せたのと、チークと赤いリップですかね。あ、近い。いいよ。個人的には満足です。あ、そうそう、ピンク頭のエリナッチでございます。はい、めっちゃ面白くて、振り付けもすごい好きなので、この間オンラインレッスンを受けて、今日2回目なので、せっかくヒカプーメイクのピンクメイクしたので、ピンクの振付師のエリナッチのダンスを後で受けて踊ってみようと思います。エリナッチおそろい、ピンク頭。あ、始まった。あ、ごめんなさい。あ、全然違う。全然違う。質問全部わからん。難しくて心が折れてます。早い。